はい、2回戦開始です。はい、親がゲームさん、子供がペイ。ハイパイ厳しいな。黒いトントンチュンチュン。ゲームさんまだ1回もテンパってないんじゃん。いやほんまにほんまですか。まあでもそんな感じしますね。まだテンパイしてないよ多分それは辛いですね。1回も上がれんとかはしょっちゅうありますけど、さてちょっと形難しい三蔵つもぎり。ドアのペイは起きましたね。感知相場台、はい、一応まあチートイツもちょっとだけ見ながらみたいなね。はい、お、ペン3ピンを引きました。ロジックさんがいいシャンテン。トンが重なった。トンがもちもちですね。はい、チートイツは見なかったですね。はい、三ゾーンも切ってましたからね、その前。お、ローピン引き。これでいいシャンテンか。さて、ロジックさんがもう今にもリーチかかりそう。お、ローソ引き。チーピンか。カンチーピンはさすがに取らないと。これがなかなかテンパらない。はい、いただきセブンさんがリャムピン。はい、チューンを引いてリャムピンビーチ。ああ、一発引かされた。このロジックさんのリャムピンもちょっと危ないですかね。川がもうチュンチャンパイ溢れまくってるんで。あ、出ましたね。はい、うらさん、ビーチチュン一丁のうらさん、ハネマン1万2千の3枚。まあ両ピンぐらいはって感じですかね。もう川がもうすごいことになってましたからね。今数ピン、まあ数ピンのまたぎって言ってもまたぎしかないような感じの、どこが当たるんやろうっていう顔でしたけど、メンツ手にあんま見えてなかったかもしれないですね。ん、メンツ手にあんまり見えてなかったかもしれないですね。あの最後もドアのペイで。はい、トンの2曲ドアが初、いただきセブンさんの親番。ようやく。でも他が早い。今いいシャンテンがいました ね。ゲームさんも悪くない、悪くないのんやけど、まあ他が良すぎますね。良すぎるからね。いただきセブンさんがもう、まあいただきセブンさんはそんなにか。あ、これでどうする。パーピンローピンと払ってスワンコのあたり。あ、トンのポン。ロジックさんがトンのポンでこの形ですね。かわしですかね、もうどっちかっていうとトイトイよりは。あ、シャアが出た。さあこれでどっちに受けます、イースピンに受けましたね。かわして、まあ、やっぱり3まで無理してこれをトイトイにするのはリスクがありますよね。ね、はい、あの、まあ打点よりもって感じですね。はい、センオールのツモ。トンの3局、親がロジックさん。まあ、打点か、打点を追うのかスピードを追うのか、はい、もうどっちかですからね。あれを、まあ、積もってセンホール意外とまあ高いんですけどあれをトイトイにトイトイにして3球上がってもしょうがないです。しょうがない。3球じゃない、4戦かで本位置にするにはね、はい、チーソ2枚落とさなきゃいけない、はい。ゲームさん形がいいぞ今回。赤のチップはないです。はい、赤にチップ入れると大変なことになりますね。まあ、お店によってはあるかもしれないですね。
さあゲームさん、ついにテンパりました。リャンピン、リャンピンがここに流れた。ヤンウーピンは里山さんぐらいですかね。カメラがだいぶ揺れますね。そうですね、めちゃくちゃ揺れてますね。ゲームさんのところ、ちょっと積もり方の動作かな。お、イタリセブンさんの追っかけリーチ。あ、ロジックさんもリーチ。あらららら、三元リーチ。こちらがイースーソーで、こちらがイースーチーピン、リャンウーピン。いやなんか今にも決着つきそうですけど、イースチーピン。はい、はい、リーチ五丁ハネマン親ですね。18,000円。まあ、しょうがないですよね。うん、なんかロジックさんもう淡々と上がりますね。はい、ドラがイーソー一本場です。うん、まだ何入はしてない。トンラスですね。トンラスでトンアンコ。今回はゲームさんが一番いいんじゃないですか。これはああこれいいですね、はい、他も結構苦しいですし、いただきセブンさんがチートでするとテンパると早いですけどね。うーん、ペン酸素ウーピン周りがね、はい、何かうまくいけば、そうですね、あそこが簡単になるとまた上がりにくい形になる。スーピン引くとすごい楽になりますけどね。そうですね、はい。お、さあこれでチートイツのイーシャンテン、ルーピンを引きました。まあこれはこれで、はい、はい、お、チートイテンパイ。さあ初短期でダマテン、初はションパイ。あーこれはこれははい、チートイ五丁ハネマンゲームさんつらい、はい、これで難入ですね。ゲームさんのヤマンの打順、まあ、リーチされなくてまだ良かったですけどね。リーチされて もう間違いなく出てた牌だったん です、ね。まあ、できれば直撃したいっていうのがあったんですよね、はい、うーん、ハクが統一、シャーが統一、ロジックさんちょっと苦しいかなゲームさんはチートイツですね。イーシャンテン、初はションパイでしたね。ここもチートイツ、はい、イーシャンテン。お、ここもチートイツ、チートイツっぽいですね。ここもうーん3ピン切りもうチートイ固定みたいな感じ。お3人チートイツ、イーシャンテン。さあ誰が、まあ、数少ないのパーピン、はい、あちいさんあんこになってここで一旦起きましたね。あ、ここもあんこができたこれもちもちの牌っていうのがあんまりないのかな、もしかして。もちもちの牌が、あ、ここもあんこできた。あら、これもちもちの牌がほとんどないからスワンコなるんじゃないですか。でももうスワンコやってないです、誰も。ああ、誰もやってない、誰もやってない。ここだけある、はいはいはい、ゲームさんだけある。あ、できた。さあどうする。さてドアのチューンを切ってウーソー短期、おっとチューン危ない。まあでもこれは止まりそうですけどね、一旦止まるというか残すそうですけどね。いやいや、チューン当たってたんですね。チューン待ちにしてたら、はいはいはい、もしかするとね、まあ、そのうち出てもおかしくないですよね、これ、はい、あ、嘘。まあ、絡んで一旦置きますよね。
みんなチートイツ、天敗は一人。みんなチートイツってやってる人も感じるもんなんですか、ね、感じるでしょ。特にもう、うん、ゲームさんのとこはもうチートイツっぽいですよね、はい、手配が一番チートイツっぽくないのはここですかね、いただきセブンさん、川的にはここ、ね、はい、一番まあなんか、まあ、出た牌を合わせてるかとかそんなのでも結構分かりますからね。ゲームさん降りましたねもうね、うん、あーゲームさん、そうですね、9ピンの統一落とし、まあ、ここまで来たらもう流局で連チャンしたいっていうことでしょうね。さて、ウーソーは、ま、ウーソーは2枚あるんじゃないですか。あるんじゃないですか。えなんとこの順目で2枚、あ、ここに1枚、あ、嘘はなくなってテンパイだ。テンパイ、おえ、え、チュン短期、まさかの、これチュンあるんね。え、チュンってうわ、うわ、さて、でもこれやめるかもしれないですね、もううん、やめましたね、もう残り順目がないから。うん、はい、これはお見事、親の一人テンパイ。うん、今のなんかすごいサンマっぽかったですよ ね、 ね、はい、終盤の押し引きとか、はい、親は脳天でも連チャンできるし降りて、まあ、最後テンパりましたけど、ね、はい、丁寧にね、うん、ロジックさんも、まあ、もテンパイ量はビビタのもんやから降りて、テンパイ量、テンパイにはそれほどね、そうですね、もう、もう流局時のテンパイにそんなに意味がないんで、はい、うん、もう僕は4枚やったら結構大事って口ずさんで言ってるんですけど、はい、もう3人打ちだとビビたるもんなんで、本当に上がりが大体満貫ぐらい、本間はね、はい、あの連チャンとか親の連チャンするのに、はい、親の連チャンは大事ですけどね、はい、もう平均打点1万ちょっと以上あるようなルールで1000点2000点でリスクを犯すのはちょっとやっぱり損が大きいですよね。お、いただきさんさん、ここは一気に染めに行った。そうですね、もったいないですかね、はい、ユームさんもいい三蔵引きました。お、チーピン引き、これイーピンイーピンときたら中連ポートです。本当だなんなんて切ってきますかね、イーピン引いたら、はい、いや絶対切るよいい、うん、ゲームさんいいシャンテなんですよね。さあ、うん、これでくっつきロジックさん初をポンしてちょっと遠めの仕掛けですが、いいシャンテか、うんさあ、これ想像でアンカーに取りました。イスチーピンのテンパイかな。そうですね、ゲームさんがイースチーピン、イースチーピンがまた浮いてる状態ですね、ダークセブンが、はい、ね、もう染めに、もうチンズまでいかないと。さあ、これでどうする。一応テンパイはテンパイですよね、これ9ピン切り、E ピン切り、9ピン切りでどっちでもテンパイですよね、はい、6、9ピンなんか E ピン、こちらは宝珠の方、まあ、関連ピンはね、まあ、ちょっと普通とはいえ、やっぱり街広い方に取りますからね、はい、ゲームさん初上がり、それ言うたいやいやいやはい、ここからこっからぶわーってくるかもしれないですよ、ね、そう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 あ、いいんじゃないですか、はい、日本馬でドラガトン、いただきセブンも形がいい、うん、ね、ゲームも形、はい、これチーピンとかね、うん、ぶつかりそうですね、チーピンとか3ピンとか引きたいところです、はい、なんか速度的にぶつかりそう、
お、まあ、展望もそこそこありますしね、もう降りないですからね、はい、ゲームさんはまあ降りないでしょう。ゲームさんはもうこの親はそうそう降りないでしょうね、はい、打っても飛ぶような展望じゃないんで、うん、おお、いい3ピンいった。おお、これでいい3点。おお、リーチ、何を引いた？パーソーを引いて、スチーソーになってますね。さて、点数のあるロジックさんは、ここは無理せず回りましたね。ね、皮が強いですよね、うん。はい。2ピン、2ピン、9ピンしか切れてないんで。はい、止めました。リーズも2丁。はい、マンガンですね、はい、日本馬。7000、5000。うん。あ、すいません、コメントが入ってた。ごめんなさい。フリテンの天敗は天敗にはなります。フリテンリーチがダメですね。フリテンツモもいけます。はい。あ、フリテン、うん、フリテンリーチとリーチ後の見逃しはダメ。それ以外のフリテン上がりは OK です。同順でも OK です。おお、関数ピン、うん、厳しい。ちょっとゲームさん厳しいか。ロジックさんとイダキセブンさんいいですね。いいシャンテン。いただきセブンさんの方が早いですね。はい。あ、難を引いて最高形の天敗バソー。うん、ロジックさんここはちょっと行きたいですかね。まあ打ったらきついんですけど、積もられてももう追い越されるんで、あの形だったらちょっとは行きたいですよね。急走急走回しました。ハクも行かずに回りましたね。お、さあこれでイーシャンテン復活。でもなんか何を引いてもあんまり一旦はまともなテンパにならないですね。今キューピン通ったんでキューピンは行きたいです、ね。はい、ゲームさんがチューピンキューピンって行きましたね。はい。パーソーが浮いてる。入り目によっては助かりますけど、はい、これで一応数ピンが見えたんで、2ピンぐらいは、まあ、2ピンを行きましたね。ダブルワンチャンス。お、地層、これは出ない相撲。あー、でも出る可能性もあったか。ジャンゾー切り、全然あります。ジャンゾー、パーソーとリャンゾーとそんなに差がなかったんですけど、さあどうする。リャンゾーの方切りました。 C ピン切るか。上がりにくい。まあ C ピンだな。パーピンがねもうちょっとあれば勝負もできるんですけど、はい、そうですね。まあもしくはスッチーピンがもうちょっとあれば、はい、どっちも薄いですからね今のだと。あ、おじいリャンゾーサブロ級ソースこれは振り手になってないですね。リーチ。いや、これはこれは、はい、リャンゾー切って換算ゾーンのテンパイ取った時、パーソー切るとサブロスのテンパイやったんですけど、ね、どっちもなんか見た目的に危険度そんなに差はなかったですね。スーソとか落としやすかったんですけど、はい、ただスーソもうど真ん中でまたいでますからね。まあまあね、うん、枚数的にはなんかリャンパスの方が怖いですけど、はい、これ上がれんかみたいなね。ああ、スーソー。さあ、ロジックさんがここは宝珠手詰まりですかね、これは。はい、リーチなんか今何丁だこれ。リーチいっぱい、リーチいっぱい。マイファンですか。はい、突破、はい、あ、これ平たくなった。いや、全員3万点台になりましたね。はい、で全員トップの可能性ありの。もういただきセブンさんもね、はい、
今の砲順は、うん、まあ悪くないですよ ね, ね、全然、はい、トップ近づいたぐらいの感じの上がり系、最後の上がり系見るとウッパ層かなり薄い感じがしたんで、はい、お、なんだこれ、ハイパイが染まっている、すごい、これは苦しいな。ゲームさんすごいな今の。今すごいハイパイ、はい、ゲームさんハイパイ染まってましたよこれ。しかも結構形も悪くない、ね、さあイザキセブンさんがシャアのポン、下の方がどうなるかですね、ピンズの、うん、イザキセブンさんも、お、来た、これイーピンキャンピン仕掛けたいですね、ポンしても面白いですよね、これ仕掛けた方がいいですね、はい、さあここでイーピンが出て、ポンの方が、あ、行きましたね、はい、動きました、これはポンの方が、はい、スピード感が出ますね、うん、まあ、みんな前に出る場面ですからね、はい、動ける形にしておいた方がいいと思います。リャンピンが投げるかどうか、あー、この白かぶったみたいな、あ、リャンピン、これはでも余りそうですね、これは絶対余る、お、あ、ポンテンだ、さあこれでポンテンが取れそう、リャンピンぐらいはいく、うん、あ、でもチート率になると、あ、いい、そう、切りましたね、チート率は拒否、イシャンテン、うん、成田キセブンさんも追いついてきた、ロジックさんがこのリャンピンがあんまり出そうな雰囲気じゃないですね、うん、ここまで切ってないっていうのは絞りですかね、もうね、ただこうなると、うん、あ、出た、はい、これでチーピンキューピンの並びシャンポン、成田キセブンさんはテンパイですが、これは寒い、寒いとはいえでも行かざるを得ないようなとこではありますよね。いやいや、祖典も大事なんで、うん、はい、あ、でもやりましたか、ちょっと一回回りましたね、結構やっぱりね、うん、これ高いでしょ、まあ高いですね、トリプルですから、ね、大体倍満かぐらいな感じですけど、うん、ウーピンあったらね、トリプルですからねこれ、うん、まあ、トイトイでウーピンハンコアとトリプルですけどまあ大体打つ時の想定は倍満ぐらいじゃないですか。あ、詰めました、トリプル、トリプル、いやー、6000、1万2000じゃないわ、違うわ、トリプルだから24だからなんぼや、鎮逸6兆鎮逸トイトイ6兆か、8000、1万6000か、そうですね、はい、ね、8000、1万6000、花1枚あったら数えやったとね、うん、大逆転いやー、初上がりからの、初上がりからの、来ましたね、来ましたね、素晴らしい、うん、やっぱりあのラス前のあれが来ましたね、あのヤンゾーと伊藤としからの、いや本当に、はい、ちょっとどうやってる、どうやってますかこれなんかその結構全然上がれてなかった、クーストやった時も表情変わんないんですよ、そうですね、はい、淡々と打ってて、まあ、3人打ちってまあそういうゲームですからね、はい、上がれない時、一遊してたらやっぱり上がれない時、ずっと上がれないですからね、はい、耐えるゲームですね、そういう時は、はい、耐えるか、もう生き切るか、どっちか、まあ、とにかく心は強くないと結構、はい、てかもう気にしてたらやってられないっていう方が近いですから、ね、心が強くなるというよりは、理不尽なこといくらでも起こりますか、いっぱいありますね。